ロマン・モラヴェッツは、チェコスロバキアの陸上競技選手。専門は、走高跳び。現在のスロバキアのブラチスラバ出身。1972年のミュンヘンオリンピックに、チェコスロバキア代表として走り高跳びに出場し、2メートル12センチメートルまで成功したが決勝ラウンドには進めず21位となった。翌年の1973年にソビエト連邦のモスクワで開催されたユニバーシアードでは銅メダルを獲得している。自己ベストは1971年に記録した2メートル20センチメートル。2009年11月2日、59歳で亡くなった。AB ロマン・モリベック。バイオグラフィー&オリンピックリザルツハット AB、フォーマーチェカスレバーキア、ハイジャンパーモリベック大図、欧州陸上競技協会、http://www.european-athletics.org/index.php、option=com content&task=view&ID=7909& アイタマド=2009年11月13日閲覧ありがとうございます。